ャッチフレーズっていう感じでいつもあのテキストに使わせてもらってるんですけど、器であって器でないっていうのをテーマにしてます。それは見たこともないような陶芸の世界。ブレイクベイヤー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は陶芸家増本恵子。茶道を始めたことがきっかけで工芸の道を志した彼女。そんな彼女が作る陶芸のこだわりとは。特にいつもこだわりなくいろんなスタイルでやってるんですけど、自分の独自の技法っていうんじゃなくて、昔からある伝統的な技法で使ってて、なんか普通に百貨店の食器コーナーに行った時に置いてあるような感じの技法を使って、焼き方を使ってるんで、釉薬とかも売ってるやつ使ってるし自分でオリジナルの何かっていうのではないですね。親しみやすさが原点。しかしそこに加えるエッセンスにこそ彼女のこだわりが。やっぱ面白いユーモラスというか、なんかちょっと笑ってもらえるような造形であることと、でその伝統的な技法を使ってるっていうのは、みんな親しみがあるっていうのを大事にしているので、親しみやすさとあとユーモアっていうのは絶対大事にしてます。ユーモアを伝える、でもそのことこそが難しい。一番最初はなんかちょっと人工的なものをつけたりしてたんですけど、そしたら見る人はそっちのモチーフ選びの方が面白いというか、そっちの方に目がいってしまって、じゃなくてその組み合わせ方だったり模様がちょっと出過ぎちゃってるっていうのと、あとこれは壺なのか壺ないのか、飾りなのか飾りじゃないのかみたいなところの方を重視してほしかったんで、全部モチーフに器の機能がついてるのでもないし、器に装飾として飾りでつけられているものでもない。飾りとのモチーフと器が突然意図せずぶつかっちゃって、でもなんかどっちも困惑してるみたいなそういうなんかおかしいっていうバランスを探ってやってます。器であって器でないもの、そんな増本恵子のブレイク前夜。今絶対近々作ろうと思ってるのは、壁面一面にいっぱい染め付けの青と白の器を並べて、全部で一個のインスタレーションみたいな、でモチーフは鳥の群れとかそんな感じでやりたいなと思ってるんです。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家高石悠馬のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。